日本時間4月30日、レイズは筒香嘉智を故障者リストに登録した。地元紙、タンパベイタイムズのマーク・トップキン記者によると、故障者リスト入りの理由は、新型コロナウイルスのワクチンの副反応だという。筒香は、前日から体調が良くなかったものの、同29日のアスレチックス戦には、スタメン出場。しかし、一夜明けても体調は回復せず、球団は故障者リストに登録して休ませることを決めた。ケビン・キャッシュ監督は筒香が1日休んで復帰できると考えているようだ。レイズは日本時間4月30日もアスレチックスと対戦。ところが、アスレチックスの先発が右腕のクリス・バシットであるにもかかわらず、スタメンに筒香の名前はなかった。トップキン記者が右腕と対戦する試合で、筒香がスタメンにいない理由を聞いたところによると、ワクチンの副反応で故障者リスト入りするらしいと第一報を伝え、メジャーリーグ公式サイトでレイズ担当のアダム・ベリー記者も、レイズはワクチンの副反応により筒香嘉智をコロナ関連の故障者リストに登録したと報じた。今季はレイズ以外の球団でもワクチンの副反応で故障者リスト入りする選手が散見されるが、日本時間4月30日、レイズは、筒香嘉智を故障者リストに登録した。地元紙、タンパベイタイムズのマーク・トップキン記者によると、故障者リスト入りの理由は、新型コロナウイルスのワクチンの副反応だという。筒香は、前日から体調が良くなかったものの、同29日のアスレチックス戦には、スタメン出場。しかし、一夜明けても体調は回復せず、球団は故障者リストに登録して休ませることを決めた。ケビン・キャッシュ監督は筒香が1日休んで復帰できると考えているようだ。レイズは日本時間4月30日もアスレチックスと対戦。ところが、アスレチックスの先発が右腕のクリス・バシットであるにもかかわらず、スタメンに筒香の名前はなかった。トップキン記者が右腕と対戦する試合で、筒香がスタメンにいない理由を聞いたところによると、ワクチンの副反応で故障者リスト入りするらしいと、第一報を伝え、メジャーリーグ公式サイトで、レイズ担当のアダム・ベリー記者も、レイズは、ワクチンの副反応により、筒香嘉智をコロナ関連の故障者リストに登録したと報じた。今季は、レイズ以外の球団でもワクチンの副反応で、故障者リスト入りする選手が散見されるが、ほとんどの選手は1日休んだだけで戦列に戻っている。レイズは日本時間4月30日で本拠地トロピカーナフィールドでのアスレチックス4連戦を終え、同5月1日からは同じく本拠地でアストロズとの3連戦を迎えるが、筒香はこの3連戦の初戦から戦列復帰できる可能性が高そうだ。筒香はメジャー2年目の今季、ここまで19試合に出場して打率、183、60打数11安打、3二塁打、0本塁打、5打点、5四球、21三振、出塁率、246、長打率、233、オプス、480を記録。対右腕用の一塁手、または指名打者として起用されるケースが多いものの、右腕に対して打率、180、50打数9安打、オプス、474と苦しんでおり、チームの期待に応えられない状況が続いている。関連記事から、MLB、マリナーズ地区4位転落モンテロが4失点で、逆転負けから、MLB、エンゼルスが1点差逃げ切り大谷は2塁打1本で、4-1、MLB、グラスナウ好投で、レイズ完封勝利筒が3三振で、途中交代から、MLB、メッツ、デグロム6回3安打1失点の好投も、今季2敗目から、MLB、カーショー7回無失点ドジャースの連敗は3でストップ。